ハム最近選手からも言われてるらしいからしんどいだろ。でもそのハムがこの間そのレイカーズにも、じゃあ今の話で言うとターニングポイントが今レイカーズな38試合かで今2連勝でしょ。ラプターズに勝って、この間どこに勝ったっけ、クリッパーズかな、クリッラプターズに競り勝って、ラプターズにも競り勝ったじゃん。でそれまでは全然だったよね。何勝何敗とかだっけ、4勝12敗とかだっけ。インシーズントーナメント終わってからもすこぶる調子悪くて、でそこですげえ言われたけど、今そっから2連勝でしょ。でしかも相手もあの強いチームで、でいわゆるそのターニングポイントが、36試合目の、ヒートに負けた後かな。ヒートに96点しか取れなくて負けた後に、あのダービーハムがやったのが、一回ちょっとみんな集合してくれと、今からそのミーティングを開くんだけど、そのいつもはコーチ陣がいろいろシステムとかこういうのやろうああいうのやろうってやってるけど、今日はそれは一切しないと。今日やるミーティングは選手たちがどうした方がいいのか、みんなの思う不満とか、こうした方が勝てるんじゃないかとか、何でもいいからこう喋る場を設けたいっつって、もうダービーハムは全部聞き役になって、したらまあ名前は出てなかったけど、まあ何人かが早速、いや俺はこういう不満があるとか、俺はもっとこうした方がいいと思うみたいな。でもちろんこう全部の意見をね聞き入れることはできないから、その当然ハムもその聞きながら、あこれはいい、いやこれはまあ言われたけど採用できないみたいな、いろいろあると思うんだけど、いずれにせよそのまあその不満ってさ、別にコーチ陣だけにじゃなくて選手同士での言い合いにもなったらしいのね。だから例えばレブロンが、いやもっとシューター陣がみたいな話をしたら、プリンスがいやいや俺だってみたいな、わからない誰がどうなったかわからんけど、なんかちょっと言い合いになったらしくて、選手同士でね。まあ、でもその環境がハムはものすごいこう好きで、これがチームのあるべき姿だみたいな感じ でそれがあっての2連勝。まあ今日も1点差の勝利だし、クリッパーズ戦も3点差の勝利だから、ものすごいこう綱渡り状態の勝ち方ではあるんだけど、まあでもこれもたまたまではないだろうなっていう、そういうだけでもガス抜きになるし、まあでもこれもそんな毎回できる技じゃないから、本当にここだっていう時にやらなきゃいけない。いわゆるステフィン・カリーが去年プレーオフのキングス戦でホームで負けて、カリーがブチギレた。みんなをこう呼んで、ドレイモンドと最初話して、これはちょっと俺に言わせてくれってカリーがなって、次のそのミーティングでカリーが作戦ホワイトボードの前に立ってみたいな、でみんなに勝つ入れて、で結果その後のゲーム7でみんな気持ちが取り戻って、であのカリーも50点取って勝てたわけじゃん。ただあれもじゃあ毎回できるかっつったら、まあ、残念ながらレイカーズ戦ではもうあそこで切り札を使ってしまったから、ステフィン・カリーが勝つを入れるっていう、そういう手段がレイカーズ戦ではもう取れなくなっちゃって、いわゆるダービンハムのこのやり方も、まあ、もしかしたらその常に考えてたかこれをいつやるか、選手同士であの海をこう出すっていうミーティングをいつやるかみたいなのはコーチ陣でも考えてたのかもしれんけど、まあ、それが毎回できるわけじゃないっていうのも多分きっと分かってるし、まあ、それがもしかしたらその借金がなくなってしまうっていう17勝18敗17勝19敗、まあ、その辺のタイミング、いわゆるまあ勝ち星がまだ上だったらさ、17勝16敗とかね、まだ勝ってる方が多かったら、まあ、チームとしても気持ち的に立ち直せる部分もあるかもしれないけど、17勝18とか19までいったらきっとここが潮目なんだろうなみたいな、もしかしたらそのタイミングで、まあいわゆるこうどっかのタイミングでやりたかった選手同士にその意見を言わせるっていう、そういう場を設けたのかなみたいな。でも繰り返しになるけど、これはそう劇薬みたいなもんだから、またじゃあ次の試合負けて、また選手同士に生み出させて、でまたチームが良くなるかっつったら、まあ、そんな単純な話ではないし、まあでもタイミングとしてはもうここしかないみたいなタイミングだったんじゃないかなとも思うけど、今日のラプターズはファール吹かれなさすぎてラヤコビッチが切れてた。そうね、俺も切れたやつを見た後に4ピリ見たから、あの結構集中してそのファウルの部分見たんよ。確かに何本か気になるところはあったけど、まあ切れるほどなのかなっていうのは思った。もちろんその1点差で負けたとかね、そういうのもあるけど、例えばファウルじゃないと思ってコーチチャレンジしたやつが結局覆らずにファウルになって、でフリースローとか、あれもいや、じゃああなたたちの見る目がなかったじゃんっていう話になるし、まあ、あとは
シンプルにファールゲームするしかなくてフリースローアテンプトが増えたっていう。だからなんか4ピリで23本あっちが打って俺らは2本しか打てなかったみたいな言ってたけど、そのファールゲームでフリースローになってるやつもあるよねっていう。あとはクイックリーがフレグラント取られて追加で2本打ってるやつもあるし、そこまでかなっていうね、第三者から見るとね。もちろん本人たちは1点差だからその笛1個で勝敗が決まったみたいな気持ちもあるんだろうけどっていうのと、あとはそのやっぱファールがたまるさ、チームファールがたまるその前のファールもすごい大事で、ラプターズもファールあったんよ。そのフリースローで言うとなんか差があるように見えるけど、そのファールを吹かれた回数で言ったらそのフリースローの差よりは少ないと思うね。普通に4ピリもラプターズ吹いてもらってたよ。なんだけどラプターズの吹かれ方はフリースローにならない吹かれ方だったよね。でもレイカーズのファールの吹かれ方っていうのがフリースローになるファールの吹かれ方が多くてっていう、だから笛の吹かれた回数は変わらないんだけど、まあ、最初の方でチームファールがたまる前にそのフリースローになるようなファールが多くてフリースローをいっぱい獲得できてたみたいな。だからまあそこはもうそのファールのもらう技術のうまさとか、やっぱりスコバンよりもリーブスの方がファールのもらい方うまいし、あとはあそこまで AD に抑え込まれたら仕方なかったなっていうファールもあったし、まあ、だからそこまであそこまで切れるほどなのかなっていう気はしたけどね。この試合だけじゃなくて最近スコバンのファールが全然ならないっていうところも積み重なってみたいな、ね、まあ確かにそれはあるだろう。スコバンも今日2本しか打ってないもんね、2分の1とか。まあでもスコバンもスコバンでファールのもらい方下手だと思うけどね。一回あのトランジションで突っ込んでディアンジェロからファールもらおうとしてたやつあったけど、ディアンジェロもなんか別に何も手出してなかったし、でよくレブロンとかエドワーズがやるあのファールのもらい方をスコバも真似してたけど、やっぱりタイミングとかがレブロンが笛吹かれてるのとスコバンが吹かれないのはちゃんと理由もある気するけど、レブロンやカリーを日頃見てるファンは別にこういう日もあるなくらいなんですけど、かもしんないね。今日のレイカーズラプターズ戦はまあファールの部分がメインかな。あとはやっぱりワンガード、リーブスをスタメンにしたワンガードがまあ、いわゆるそのターニングポイントから組まれたベスト5、今のベスト5だって思ってるハムのやり方がリーブス、キャムレディッシュ、レブロン、AD、プリンスか5人。まあ、そこにキャムレディッシュの代わりにバンダビーとか八村とかもまあ考えられるところだけど、まあ、八村は今怪我でいないとして、まあ、なんか結局そのこんなに連敗してまあ半分近く試合も終わって、まあ今一段落ついたスタメンがまあいわゆるその5人なんだろうね。で特にキャム・リディッシュの場合はなんかバンダビーよりディフェンスがめちゃめちゃできるわけではないし、八村よりめちゃめちゃスリー決まるわけでもないけど、八村よりもディフェンスできるしバンダビよりもオフェンスできるしっていう、いわゆるこのバンダビと八村のちょうど中間が今キャムレディッシュだから、その上でまあちょろっとハンドルできるっていうバッジもあって、まあ、悪く言うと中途半端なんだけど、まあ、よく言えばまあバランスが良くて、まあ、そこに落ち着いたのかなっていう、まあ、かといってじゃあめちゃめちゃうまくいってるかって言われたら、まあ、そのキャムレディッシュがエアボールしたとかもあるし、まあ、難しいけど、まあ、でも今んとこの回答がまあキャムレディッシュなんだろうなっていうところと、あとガードの部分もディアンジェロをシックスマンでリーブスをスタメン、これがまあベストなんじゃないかっていう、まあ、今日もリーブスはあの調子あんま良くなかったけど、まあ、でも一度こう決めたことをねすぐ変えるわけにもいかないし、まあ、とりあえずそういう結論を出したからには、まあ、調子悪くても使うみたいなとこもあったのかなっていうのと、まあ、あとなんかディアンジェロが今日ミニッツまた低く少なかったのがいろいろ言われてたけど、今日の試合ディアンジェロが出れないのはまあ仕方ないのかなっていう。直近で言うとあれよね、あのウォリアーズがステフィン・カリーボコられたじゃん。いわゆるアリになってしまうから、ディアンジェロをスタメンで出してたらスコバンがディアンジェロついてみたいな、でクロスマッチアップにしてトランジションでもう強制ミスマッチにしてみたいな、でもあれをやられたくなかったんだと思う。だからウォリアーズ戦のラプターズをすごいこうスカウティングしたんじゃないかな。だからまあリーブスをスタメンにしてなんか相手もなんか RJ バレットで、リーブスが RJ バレットついてたんだけど、 RJ バレットでめちゃめちゃ攻めるみたいな感じじゃなかったもんね。なんかウォリアーズ戦はすげえ顕著だったよな。もうステフィン・カリーいじめまくろうみたいな、スコバンとクロスマッチアップになってる時は
アスコバンが当然攻めるし、で通常は RJ バレットとかつくから、まあ、RJ バレットがその時はポストプレーするしみたいな。でもリーブスの時はあまりそれがなくて、であればやっぱディアンジェロよりもリーブス使いたがるんだろうなみたいな感じはしたけど、でも最近の試合意味わからんオフェンスファールやターンオーバーしまくってて、それこそプレーオフに出せないのではと思う。やはり波が激しいのは難しい。そうね、この間も 5ターンオーバーとかだね。で今日も何回かターンオーバーしてて、うん、まあでも勝っちゃったからな。得点の取り合いになっても1点差で勝ったし、ディフェンスゲームになっても3点差でクリッパーズに勝ったし、まあ次も、まあ、おそらくスタメンは変えてこないだろうけど、クリスティはまあちょっとずつ良くなってるような気するよ。ただまあシーズン序盤の方はやっぱオフェンス、まあ序盤っていうかまあ今もそうなんだけど、オフェンスで本当に空気になるだけだったら全然いいよ。そのコーナーステイしてボールが回ってこなくて空気になる、これはよくあるから全然いいんだけど、渡辺だろうがダニグリーンだろうが誰でもあるから。ただその上でオフェンスでちょっと足引っ張ってしまうケースがやっぱクリスティすごく多くて、こんだけどごめんなさい誰か助けてっていうパスがもう土着そのターンオーバーになるみたいな、うん、けどそれでもやっぱ、まあ、今こういう状況の中で、うん、まあ、育成も兼ねてハム使ってて、まあ、ちょっとずつ良くなったかなっていう気はするね。